じゃないよ。平野ノラさんでもないです。どうしたみたいな感じで、ちょっとざわついてるんじゃないかなと思うんですけど、今日はですね、こちら、アカランクッションジェルクレンジングを使ってみたいと思います。これね、この間ドラッグストアに行った時に、またね、全面的に押し出してたの、これ。すっごい押し出してて、第1位と来たもんだ。どこで何でなんですけど、どこかとか書いてないんですけど、なんか第1位って書いてあったから、で、なんかすごく良さそうな感じがしたので、今日はね、実際にこれがしっかり落とせるかとかね、保湿感どうなのかとか、そういうのをね、試してみようと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。わざとだよ。で、まずですね、これに私惹かれた理由っていうか、こう書いてあったのを見て惹かれたのがですね、クッションジェルクレンジングなんですけど、なんかね、いろいろ書いてあるんですよね、ここに。素早く落ちる、擦らず落ちる、突っ張らない、ダブル洗顔不要、毛穴黒ずみ汚れオフ、濡れた手でも使える、目に染みない、まつげを痛めない、とかね、なんかいろいろ書いてあって、しっかり汚れが落ちるのに、毛穴の詰まりとか黒ずみとかをしっかり落とせるということで、なんかね、すっごく良さそうだったんです。そうか、こんな顔で説明しちゃってるんですけどね、なんか出落ちみたいになってごめんなさい。ちょっと冷静に考えると、何にこんな顔でやってんだろうって感じなんですけど、さらに私がすっごく良さそうだなって思ったのが、香料、着色料、剤、あとエタノールとか界面活性剤、シリコン、オイル、鉱物油とか入ってないんですよね。それが一番気になったところだと思います。それでしっかり落とせて、さらに保湿成分も残ってるということで、仕上がりもね、しっとりもちもちって書いてあるから、なんかすごく良さそうだなと思って、今回気になって買ってみました。はい、そんなわけで、今からこのクレンジングを使ってどのぐらい綺麗に落とせるのかとか、洗い終わった後にどれだけ保湿がしっかりされてるかっていうのを試してみたいと思います。楽しい。綺麗に落としてくれないとね、この顔だから。ちょっとやるんだったら眉毛もしっかり濃く描けばよかったんですけど、何せちょっとパワーって塗っちゃったので、こんな感じでアイラインも結構しっかり入れてます。はい、開けると、あ、透明の本当にジェルって感じですね。ちょっと多めにのせてこう感じで、じゃあ一番濃いところいっちゃいましょうかね。ちょっとアップにします。あ、本当に、あ、なるほど。あ、ちょっと目に入っちゃったかも。すいません、こんな汚いこの絵面大丈夫かな。すっごい汚い、恥ずかしくなってきた、今更ですけど。もうなんか、でもしっかり落とせてる感じはすっごいあります。ダブル洗顔不要って書いてあったんですけど、なんか癖で洗顔しちゃいそうな気がします。結構早い段階で落ちましたね。従来のクレンジングだと毛穴がしっかり洗えてないことがあったりするんだけど、このクレンジングは毛穴の中までしっかり汚れを落としてくれて、さらに保湿してくれるっていうのがなんか売りになってたので、あ、落ちてるね。もう落ちてる。落ちてるわ、これ。あ、ちょっと髪の毛。落ちてる。うん、唇はもうすぐ落ちてる。しかもなんか、もっと真っ黒になるのかなと思ったんですけど、なんか意外に顔中が黒くなってなくて、あのアイラインどこ行ったみたいな。はい、ということで、流していきたいと思います。はい、今、洗い流してきました。洗い流した時の、感覚なんですけど、水着で良かったです。もうずっとヌルヌルしたのが残ってるかなと思ったんですけど、意外にね、さらっと落ちてくれて、確かにね、洗い上がった後、タオルで拭いた後、今何にも化粧水も使ってないんですけど、突っ張った感じはないですね。じゃあ、ものすごい保湿されてるかっていうと、もちろんね、保湿は足りてないんですけど、当たり前なんですけど、でも、ああ、もう早く化粧水塗らなきゃっていう突っ張り感は今ないです。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、どんな感じかっていう肌の状態をお見せしたいと思います。なんかアイメイクも、
全然落ちてないっていうことないですね。もちろん私コスメはお湯でオフできるものだけを使っているのでクレンジングだけで落とせるものなんですけども、目元が何か残ってるっていうのも全くないし、綺麗に落ちてると思います。で、毛穴に限ってはちょっとわからない、毛穴の汚れが落ちてるかっていうのはわからないんですけど、でもなんか表面的にちょっとツルッとしてるっていうか綺麗になったなっていう感じがあります。これ濡れた手にも使えるっていうのがいいんですよね。お風呂場でも使えるのかなと思って。天然植物成分も配合されてるし、うん、確かにそんなに突っ張る感じないですね。いいかもしれない。悪いところが逆に見つからない感じですね。そうなので私カバーマークのミルククレンジング激推しだから、それとね比べながらちょっとこれから試してみたいなと思います。全然突っ張ってる感じはないんですけど、化粧水使いたいと思います。はい、ということで今日はですね、ドラッグストアで購入したアカランクッションジェルクレンジングを使ってみました。少しでも参考になったら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。あとツイッター、インスタグラムやっていますのでフォローお待ちしてます。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。これつるんとすっきり鬼落ちって書いてあるもん。鬼使っちゃってるもんね。もうここに鬼いるし。